娘が5つになったときに目の病にかかったんだ。そんな母親に連れられてあっちこっちのお医者様に見てもらったが、だけんどなちっともよくなんねえどころか悪くなる一方だったなと。その日も評判のいいお医者様が江戸にいるって話聞いて、遠く江戸まで出かけて行って見てもらったが、そのお医者様にも見放されちまった。医者にかかる銭もなくなってきた。このまんま目が見えなくなるのを待つしかねえのかな。重い気持ちで歩いていると、いきなり「母ちゃん、もう医者には行かないでいい」と娘が言った。ありこくだ、目が見えなくなったら何もできない。神様仏様にすがってでもおめえの目をよくしなくては、ご先祖様に申し訳ねえ。そんなことを言い合いながら江戸道を歩いてくると、道端に頭から菰をかぶった物乞いが地べたに座って両手ついて、銭入れる樽の銘で何度も頭下げては物欲しげに二人を見上げたんだと。そのまま立ち去ろうとしたら、ところが娘は「この人かわいそう、銭あげて」と言ったんだ。仕方なく母親は物乞いに残りの銭をみんなやっちまっただと。物乞いはそれをありがたそうにもらって二人を見上げながら言っただと。娘さんの目が悪いようだが、久米川の名村田島坂の観音様にお参りすりゃすぐ治るって教えてくれたが、二人はだるま坂を上り詰めたとこに観音様のあるのを見つけ、目が見えるようにとお願いしたんだ。そうしたらな、あんとまあ目がよく見えるようになっただと。だるま坂って名前がついていたんだと。